パワープロスタジオということで、ミステリースタジオのノリです。今日はパワープロをやっていきたいと思います。今回はですね、初めてマイライフをやっていきたいと思います。どうしようかなって迷ってたんですよ。で、パワーフェスで、作った選手がいます。それがですね、僕メジャーが、好きなんですけども、メジャーの本田五郎めちゃめちゃ好きなんで、この選手を作って、で、プロ野球にこう投入してね、どこまで成長できるかっていうのを、やっていこうかなと思います。ここから本田五郎の新しい歴史が始まります。で、なぜ本田なのか、あの五郎が右のままずっと野球続けてたらどんななってたんやろっていうのをね、作ったんですよ。こちらですね。この本田選手、ちょっと僕の、あ、どうしようかな。そっか、ここでね、チームを決めないといけないんですけど、作中では、ベイスターズっぽいところに入ってるんですよなんで、ベイスターズに入れていきたいと思います。そう、だから右だったらこんな感じになってたんじゃないかっていう、感じで作りました。右の時にね、結構ね、変化球とか投げてるんですよ。なんでね、ちょっとこれで、まあ、二刀流として頑張っていただきたい。でもちょっとあの能力値がね、弱いんですよ、バッティングの方が。まあ、ちょっと最初なんで、どうしようかな。パワープロやったことある人にもおすすめ。パワープロに自信がある人にも、あんま自信はないので、エキスパートで、やっていきたいと思います。さあ、本田選手の入団会見でございます。ちょっと顔似てるでしょ、これ。ねえ、ちょっと似せましたよ。さあ、右の本田五郎が、あえてね、右なので本田五郎にしてます、名前は。もちろん知ってますよ、重野五郎ってことは。いけない、バットとグローブ。マイライフね、やったことないんで頑張っていきたいと思います。さあさあさあ、寮長と同期の、なんだこいつは、奥井か。2月、さあキャンプ初日。あー、木塚さんね。僕あんまりファイターズファンなんで、ベイスターズのこと分かんないんですけども、ちょっとこれで頑張っていきたいと思います。ちょっとね、能力値をね、皆さん見てほしいです。こんな感じになってますよっていうのを、とりあえずは今データですね。パワーフェスで作ったんですけど、パワーフェスだとここまでが限界でした。152キロ、コントロール B、 スタミナ S で、スライダーカーブ、フォーク、サークルチェンジという感じになってます。まあ、なぜかっていうと、作中でね、投げてるんですよ、この球種は。まあ、サークルチェンジはちょっとチェンジアップっていうことなんですけど、まあ、一応なんかもっとレベル高くなったらサークルチェンジになるんちゃうかなと僕は、考えたんで、こんな感じにしてみました。そしてバッティングはね、ちょっとこっちまでは手回んなくて、まあ、一応二刀流にはしといたんで、こっからだから成長をどんどんさせていこうかなと思います。さあ、こんな感じですかね。まあ、能力値も対ピンチ、調子の安定、キレ、丸、ジャイロボール、打球反応ね、投手は絶対入れとこうということで、まあ、あとジャイロボールはね、絶対必須ですね。はい、てな感じで、ここから本田五郎の、成長が見れると思います。さあ、練習いきましょう。まあ、やっぱりちょっと野手上げたいなこのね、どんどん野手をね、上げていきたいと思います。最初は若干ピッチャーとしては結構もうやっていけそうな感じの能力はあるんで、多分。あと、これは誰ですか、ぜひ教えてください。京田さん。京田はいいね。多分年齢的には僕と一緒になるんですけど、すごいね。僕もショートを守ってたんで、すごい凄さが分かります。機敏な速さと、取ってからの速い感じ。さあ、開幕一軍でいくのがね、ちょっと目標です。
さあまずはこうね、いろんな人と知り合ってって感じですよね。だから体力をあんまり削っちゃうとダメなのかなっていうのがありますけど、とりあえずは、パワーだな。ちょっとパワーをどんどん上げていきたい。パワー1上がった。走ってます本田くん。えぐい。誰？パットンや。パットン、パットン同期なの同期パットンって言ってみたいわそれ。ほんとちょっといいか、打席にはこだわりたいか。打席にもこだわりたいです。それはやっぱりね、二刀流っていうのはね、男のなんかロマンですよね。それこそ本当に同い年の大谷くんがバケモンですけども、いやあれはもうすごいですよ。普通に考えても漫画でも漫画以上のことやってますからね。これ漫画以上のことをやってるってことがすごいですよ。漫画であのキャラを作るとちょっともう、いやすごすぎてもうなんやねんってなるぐらいの話になっちゃうんですよ。あんだけすごいと、それ本当にやっちゃうっていうね、素晴らしいですね。もう何言ってるか分からへんくなってきたわ。早速一軍上がれるチャンスをもらえたぜ。負けないぞですね。ミッションスタート、来た。開幕一軍デビューの絵が発生しました。ミッションの詳しい内容はミッションリストで確認することができます。さあ奥井との勝負が始まるわけですね。ここからお金が55万円、いいですね。欲しい欲しい欲しいお金。さあおすすめスポットお願いします。いい返事だなと思います。まあね、最初はやっぱりもうイエスマンでいきましょう。あやばい、めっちゃ同じとこ聞いてもだ。あもう結構です。まだねこの用途があんま分かってないんで、おっし、この試合ちょっとやっていきましょうか。今日はこの試合を1試合やってちょっと今日は終わろうかなと思います。この1試合やっていきましょう。試合プレイでいきます。まあ、ちょっと設定としては投手視点がいいかな。さあさあさあ初試合、うわいい投球してちょっと1軍上がらせていただきたいです。これは各選手のちょっと甘くないんだけどねプロは。お、いいじゃないですか、ちょっと投球練習。え、やばくないですか。1回の表先頭バッターはエゴシ、超高校級すぎじゃない。投げた外角低め見送ってストライク。いきなりジャイロを持ったやつが投げた。インロー際どい球ボール。あとなんかこうすると三振取りやすいですよみたいなね、投げた教えてくれるとなんか嬉しいですね。カウントは2ボール1ストライク。ここはフォークで投げた。アウトロー空振り。うえ。さあ5球目、最後はねストレートでインハイ攻めていきましょう。打ちました。さあ第6球を投げた。空振り三振。三振。素晴らしいボール。初球背番号11をもらったんですね。第2球。これおいおいね、自分の背番号がつけれるようになったら ゴローでね、もちろん行きたいところ。まあ11ももともすごいエースナンバーですけどね。次が4球目。さあヒット与えませんよ。このウイニングショットフォークがあります。そう、素晴らしいフォーク。バッターは3番今成。こんなフォーク打てないですよ。ボール第2球。最近のパワープロって本当顔も似てるからね選手の。投げました見送ってストライク。第3球すごいですよね。投げましたカーブ見送ってストライク。追い込んで、さあ追い込んだらあのボールがありますよ。外角低め。そういうことですよね。最後はキレのある変。三振いただきました。2回の表1点を追いかけます。さあさあタイガースの攻撃、トップバッターはどんどん行きましょう。見送ってストライク。あんまり全力ストレート投げるとダメなんかな。投げたアウトローへストライク。第3球をドリフィンズのね監督が一番最初に教えてくれたカーブです。変化球空振り三振。それを使って今三振、やっぱりフォークがね使えるね。
投げた、決まった、ストライク、三振の山。151キロ、これいきなりやばいんじゃないか、1年目から。さあ、ツーストライクと追い込んだ。さあ、あの投げた、ドルフィンズの監督が教えた、カーブ、三振、見事、バッターは素晴らしい。第1球、喜んでます監督も。投げました、危ない球、第2球。さあ投げました、ストレートはボール、カウンター2ボール。後々はね、眉村とかも作っていきたいな。投げました、インコース低め、ストライク、第4球はね、見送ってボール、カウントは3ボール1ストライク。さあ大型インコース、インロー、空振り、ボール148キロ。第6球は、最後はあの球と思いきや、このボールでいきましょう。あっと引っ掛けた、エリアン、ちょっとね、全球、あとこれ大丈夫か、これで3アウト。ナイス、本田、エリアンとか聞いたことないわ俺。おこれはもう抑えてくれたパターンかな。オッケーオッケー、あ、負けちゃった、負けましたが、でもノーヒット、そして無四球のヒットのピッチング、素晴らしいピッチングじゃないですか。2回無失点、バッチリ仕上げてる。これなら開幕1軍もあるかもしれないぞと。ありがたいお言葉、ありがとうございます。まあ今日はこんな感じですかね。また次回、一軍デビューへのね道をやっていきたいと思います。はい、ということで皆さんどうだったでしょうか。初めてのマイライフをやってみたんですが、意外とねこれ本田くんいい活躍できそうなんですよね。ちょっとこれで活躍がすごいね良ければ、ちょっとまずエキスパートからちょっと上のレベルも、やっていきたいと思いますんで、また第2回第3回と、次は一軍デビューを目指して頑張っていきますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ST スタジオのりでした。ありがとうございました。